こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです、キララファンタジア、始めていきたいと思います、今回は三者三様ぶらり旅、完結編かな、収集クエストやっていきたいと思います。ちなみにお金がありますんで、限界突破やります。この辺かな？よっしゃー！生まれ変わったよさあ、これで強くなれたっぽいね。強化しました。まあ今お金が6万2000なんで、お金が必要です。若くお金が必要でしたっていう、日々省エネですね。日々節約がモットーですな。節約も大事。お腹すいたな。何か食べたい。さあ、これだけあります。さあ、普通に初級コースやっていきましょう。まずは初級コース、これがですね、属性がこの風属性の人を集めておく必要があります。風属性の人で、こんな感じかな。さあ、行ってみましょう。火星属性でココア、まあ誰選んでもそんなに変わらないんですけどね。準備いいですね。行きますよ。覚悟するです。なんだと。なるほど。まあ壁役になるんだったらいいんですけどね。さあ、これでようやくスキルゲット。なんだと。使ってみましょうか。やっぱり一体攻撃ですよね。そこで、まあこれ初級なので、容易に倒しました。お腹すいたな。さあ、今度は水属性の仲間を使います。水属性の戦力がなかなか揃わない。これですからね。ただはるかは結構いいですからね。はるかレシーブの、お、玉手がいるじゃん。使いましょう。準備万端。行ってくる。心の準備が調子に乗るな。ちょっと攻撃力弱いですよね。
ミオは、いや今日、今日4月の4日か、いやアイカツフレンズのヒカサヨーコすごかったな、ほんと歌唱力も演技力バケモンだわ。回復力だからな。みんな大丈夫？あ、失敗した。特訓の成果。さあ、はるか。すごい。止めるんじゃない。落とせ。はるかに。待ち来い。え、なんなんだ今の。今のスキル何だったんだろう。なんかレベルを上げないとスキルが発揮しないとか。行ってきます。再び中級に戻ります。風属性で、中が強いですね。来た。この時のために練習したんですから。さあアズニャ、行きます。アズニャ強い。感じですね。さあ行きます。礼儀がなっていません。ちゃんと前で見ろしましょう。しない。ふざけたらどうなるか分かっていますね。小瀬橋先生レベル5ですよね。お、まだ残ってるんだ。使おう。もうスキル使いまくりですね。行きます。アズニャー。さあスキル 見まくって、すごい、やりましたね。楽しんでください。で、次がここまでクリアしてようやく中級になりましたね。中級まであるんですけど、ひとまず中級へ。行ってみましょう。そうそう、相手が強くなってるはず。行ってきます。やるしかないよね。ここだ。調子に乗るな。
オッケー。気よければ何でもしちゃうよ。いらっしゃいませ。そこだ。お待たせしました。でしょうね、これ特訓の成果見せる時、なんて書いてある？止めるんじゃない、落とせ、待ちこーい。なんかが上がってんのはわかるんですけどね、回避とかが上がってんのかな。チャンス、ガスが上がってます。よかった。あんまり彼女の場合スキル使っても意味がないのか、それともなんか裏があるのか。さあ、はるかの仲良し度がいつの間にか2に上がりました。見てみましょう。でかい、でかいなこれ。サイズ感すごすぎ。でも、でも、いやいや、素晴らしいです。はい、ふむふむ、スパイク、まさか。いや、そこの左にボールが多い。あれ、左にボールが2つも。行ってきます。ミッション達成。結構あのちょっと手伝ってほしいんだけど。サンキュー、すごくいいね。またお願いするかも。持ってます。特産キュウリ。お一ついかが？これはもうキュウリというよりメロン。さあ、これで次がもう上級です。ここから結構マジにやらないといけません。コストか。
チをやってみるか。来たな、負けっかよ。すごい。よっと。これをこっちに回して、こうか。うわ、強そう。武者払いするな。ここは任された。一発倒した。倒した。いいですね、ここまでは。姉ちゃんに任せなさい。姉ちゃんに任せなさい。じゃあ近づいたらぶつよ。ちょっとダメージが大きい交代です。暑いのにみんな元気に。ダダを褒める子にはこうよ。ああ、ここまでだった。買ってしまいましょう。まあ倒しきれてない。これは虫追い機だ。です。こんなことでよければ、こういった。ダダを褒める子にはこうよ。私の全力を絞り出します。ババ、カオ先生だ。これで買う。こっち来るな。もう。これ受け止められる？倒しました。見たか。これ
お腹すいたな。さあ今度はこれです。水色です。さあここはシマリンをボーナスとして使って とりあえず個数を減らさないと意味がない。チャンスです。特訓の成果。3体とも揃った。いらっしゃいませ。そこだ。まず1体。どうなる？待ちこーい。何も起きなかった。お、壁役になるんですね。ハルカーレシーブそんな話あった。いやいやいや、壁すぎる、壁役すぎるだろう。全力でやらなきゃ。一体倒した。気合い入れるぞ。これで終わりかな。やりました。回復させます。恥ずかしい。見えない聞こえない見えない聞こえない。どこだ。さあこれで残り1体になった。チャンス。さあここから超級だ。スタミナ足りないんだ。
上級はこれもうちょっと後からな。道中食べられる野草。ちなみに超強敵クエストというのもあります。道中食べられる野草は生えていないかしら。赤ですね。属性結構いろんなタイプのキャラ使ってます。若さっていうキャラクターがいるみたいなんで、使ってみましょう。まず1体倒しました。ゾイ、こうやってこうして、どんどん力つけていきますよね。彼女と交代です。一発で倒しました。やったわね。ちょっと長距離やってみましょう。土なので風です。間違いないと試合、間違えないようにしないと今度こそ。であと風をなるべく早く、投入するっていうのがすごく大事になります。おなでしこ水着、なでしこボーナスもらえるんですよね。まあでもここはオーソドックス西川陽子で行きましょう。いっそ気を引き締めなくても。何これ、タンス？なんだと？逮捕する。あんまりダメージ与えられてない。やばい、アズニャンがやばい。交代です。私に勝てると思うならかかってきな。これを受けて立っていられるかしら。ほら、チャンス。
れはクーポン、それは私のクーポン、これくださいすごいダメージ。お弁当にしましょう。よしこさま、やってくれますわね。で当然に司会をこまで使えるんで、やりました。そうですね、アイカツですね。行ってきます。あとラスト名物食材もう行っちゃいましょう。ちょっとね、これは簡単にはいかないけど、それまあクリアは完璧クリアは見込めないとしても、ね、シマリンを使います。調子に乗るな。あと一体になった。負ける気はないからね。やらせない。チャンス。回復させます。ここは見えない聞こえない見えない聞こえない、結構ヒーラー大事ですねこのゲーム。やらせない。さあもう一本行こう。私でよければ何でもしちゃうよ。いらっしゃいませ。さあ一体ずつ削れていきます。いい流れになっている。守ってみせる。何するんだ。甘く見てると痛い目見るよ。全力でやらなきゃ。結構ダメージが大きい。調子に乗るな。もうちょっと。これ倒した。さあ出たな怪人め。怪人ブランケット。
おお、すごい大ダメージ。どうよ、ほっとした一息。ちょっと危なかった。結局は、離脱者を出さずにクリアいたしました。いや、慣れてるもんですよ、最近のものは。行ってきます。ちょっと困って。サンキュー、すごくいいね。またお願いするかも。さあ、今15なので、出資テスト15。何か食べ、これがいいですね。行ってみましょう。お、シマリンだけじゃなかった、ナデシコもいい。ナデシコもプレイしてみましょう。クエストへ出発。やるしかないよね。さあ、ここまで来て、ここだ。来た。使います。ここが正念場。一発お見舞いしちゃおうかな。今からお鍋やるよ。切って打ち込んでいるだけ。切るまで鍋を覗いてはダメですよ。ここは普通に行きます。結構巣の攻撃力もすごいですね。鍋を覗いてはダメですよ。